ってなんか抵抗してる風だけど、実は3月に1回決めてたっていうところも問題だしね。まあとにかく参議院に移るけども、衆議院通っちゃったらこれもどんどん進むわけですからね。だから私はこのまま行っちゃってどうなのっていう、非常にあのこの TPP に関しては国民に対してのある種の裏切りみたいなことを感じますね。まず今日のことですけど、大体こういう時って、審議時間が何時間だか、他40時間とか出てたから何だかです。だからもう審議は十分尽くしたとか、全然それもできてないし、で野党の方も野党の方で、じゃあ何をこれ追及、もうそこそ今鈴木さん言ってましたけど、山本大臣のことどうすんだってことで結局時間ばっかり過ぎちゃって、なんかお互いがもう全然なんかこう噛み合わないまんま、で時間だけ過ぎてちゃって、およそ500m で採決しましょうっていうことになっちゃってるわけですよ。これ国民見ててもわけわかんないですよ、こんなの。いや、わかんない。まあ、あの取材してでもわかんない。まあ、それは僕の能力かもしれませんけども、いや、もっとやっぱりこれかなり広範囲の生活にかかってくるわけですね。だから、一緒から、それ以外の国民はあんまりここにそんなの関心が行ってないってこともあるかもしれないですよ。だから支持率があんまり影響出ないかもしれないんですよ。いや、だからメディアの影響もあるんですよ。だからとは思うんですけども、でもね、やっぱりこういう国会の状況っていうのを、まあ、作ってるのは、まあ、結局当選によってこういう選挙にとってね、こういう状況になるわけだから、まあ、じゃあそれはそれで有権者国民の選択なんだから、今の国会の状況というのはそれはそれで民主主義上私はそれはしょうがないと思うんだけど、ただこういうことになるとね、これはやっぱり今じゃなくて本当に TPP をこれ批准というかされてね、まあ5年後とかあたりにって思ってももうしょうがない。だから、そういう意味ではやっぱりウォッチしなきゃいけないし、桜井さんおっしゃるように報道、我々メディアがねやっぱり取り上げていかなきゃいけないなと思って、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。政治ジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。こち亀。